はい、どうも、セブンナイツおじさんです。セブンナイツ実況をやっていきたいと思います。昨日はね、ちょっとすげえ調子悪くて、動画1本出したんですけれども、ちょっとまあ、テンション低めで、まあ、申し訳ありませんでした。その中でもね、頑張ってね、ネタ1本ぶっ込んだんですけど、なんだこの棒、後で見返した時に、なんだこの棒読みはと、自分で失笑してしまいました。まあ、ツッコミがね、ミニマムさんからのツッコミがあったんで、救われたんですけれども、はい。今日は元気に頑張っていきたいと思います。で、メインなんですけど、まあ、今、4000まで上がってきてて、お、ワーマンが1位だ。孫悟空ワンバックを、またリンバックに戻して、1号ではなくて、デロンズを入れてやってみております。ちょっとまあ、ギルド戦をこれでいこうかなっていうふうに思ってて、今、1号禁止じゃないですか。なので、ちょっとやってみております。まあ、今の環境だと、まあ、ぶっちゃけね、で、バフ剥がしの方が、まあ、いいんじゃないかと、1号の方がいいんじゃないかという意見、最もだと思います。だけど、まあ、今の環境だと、沈黙は刺さるんじゃないかなと思って、まあ、あえてデロンズを入れてみると。まあね、ここの絵と変えるところなのかなっていうふうにも思ったんですけど、ちょっとね、まあ今の環境だとまだここの絵使えるんじゃないかなということで、1号じゃなくて、デロンズ、ここの絵は残したまま、で、猿は消えるみたいな感じで撮ります。で、まあ、またマスター行って、ある程度4400ぐらいまで行った時に、また猿を使うことになるかなと思います。猿、武器をね、覚醒させたんで。うん。まあ、それまではちょっとリンワンバックで行こうかなと。はい。というわけで、やっていきたいと思います。どうぞ。名誉最大。もうしょうがない。対戦よろしくお願いします。おお、ラッキー。左下に透かし入れてる、左下と左上に透かし入れてるんですけど、左下、今日から新しい、アイコンになります。梅太郎画伯に書いてもらった、私の自画像、私の似顔絵です多分ね、この前、大の大冒険の話をしてたから、こう、アバン先生のような、感じになってると思うんですよ。で、これ、まあ、このね、アイコンを使ってるのは、まあ、梅太郎さんとつながりがある、まあ、僕しかいないので、まあ、これがね、もしコピーされたりとかした時にはすぐわかると。もう、素晴らしい。アイコンもこれにしようかな。してあるんじゃないかなと思います、今。レムリンなんです、だったんですけどね。うん。まあ、レムはね、誰かに書いてもらったものだとしても、版権品なんでね、まあ、やっぱり勝手に使ってるのは良くないかなと思いまして、梅太郎が白に頼みました。ありがとうございます、梅太郎さん。バカな。OK。まあ、というわけでね、今、アイコンの紹介をしてる間に一戦終わりましたが、まあ、悪くないよね。うん。火力はやっぱり高い方が安心する。ちょっと悩んでるんですよね。本当サルバンバックにするときも、リン外して、デロンズ入れて、まあ、もう人権を変えるとか、相手の人権変えたら、孫悟空の攻撃を少なく済むとかって思いながら、リン入れてたんですよ。で、手を出った時にも、みたいな。でもそんなんじゃないなと。やっぱり一発の火力が高くないと、その手をすら倒せなくて、手をもうヒットポイント装備の人、上に行けば行くほど増えてるんで、まあ、見てみると、例えば、まあ、翔くん、見てみますか。まあ、翔くん、権利フリーだと思うんで、見ても怒られないと思うんですけど。こんなこと言ったら怒られるかな。これで見ると、あ、反撃だね。反撃でした。嘘つきました。
反撃か。一文字だと思ってたわ。まあ、結構でも落ちにくい手を多いなと思ったんですけど、やっぱり上行くと、ま、やっぱりというか上行くと、また増えてるんですね。手をが、手をで一ポイントじゃない。あれ、カルシファーさん、いつの間にかまた手をになってる。カルシファーさん、失礼します。カルシファーさんの手をも反撃かな？反撃だな。まあまあ、孫悟空だよね、きっと。ギターデゾスクさんも孫悟空。山田さんは孫悟空。あら、リン、デロンズ、ココノエ、カルマ。あ、俺と何が違うんだ。あ、俺ルディ入れてたからか。火力の方がいいのかな、ルディじゃなくて。でもどうやらヒットポイントじゃないみたいですね。あ、ユミルさんとか上にいる。ユミルさん、ジェイブさん、ジェイブさんは悟空か。なるほどね。デロンズが貫突できたのは何かの導きだと思うんで、もうイチゴじゃなくてデロンズで、いますか。ルディじゃなくてデロンズ。いいのかもしんないな、それが。孫悟空でやるにしても。ちょっとやってみようか。孫悟空で、ココリンで、こうかな。こうかな、火力的には。よし、じゃあちょっとこれでいってみましょう。はい、対戦よろしくお願いします。受けるがいい。お、相手も孫悟空か。孫悟空対孫悟空でね、やっぱり安定して勝てるパーティーを作りたいっていうのがあるんですよね。そんなもんねえよ。そんなもんねえよ、親父。なんかそんな声が聞こえてきますが。カルマがいないのか。カルマがいない分、単体攻撃は当たりやすいからな。ちょっとラッキーでしたね、孫悟空には。で、ここの絵をか、そう、リョフもこれ沈黙入ってんのかな？入ってるね。前衛で1000超える。カルマがいないからか。あ、孫悟空に当たっちゃったな。おお。まあでも勝ちでしょう。一ターンしか残ってないからね。とりあえず孫悟空のヒットポイント1万ぐらいまで持ってきたよね。だからもう一個覚醒防具を作って初めて土俵に立てんのかなっていう。俺失敗したかな、覚醒武器にしたのっていうっていうやつ。今回武器にしたんですよ。火力が足んないなって思ったんで。
ルーティー入れてたからなんですけどね、それは。ジェイブか。まあ、ジェイブだったら負けないんじゃないかな、孫悟空だったら。おお、いいとこに当たるね。エンチャントヘルブレイズ。さっきからいいね。暴走させた後にゴールデンテイガー。速射入っちゃったか。クリックから入りましたね。 OK。 あー300か。あー死んだ。まあこれでクリスがさよなら。おお、これは痛い。即死で死んだ。結構やっぱ追い詰められるもんですな。クリスで回復されたっていうのもでかいよな。めっちゃ追加合意する。うん、ブロックのまんま攻撃してるから結構きついっすね。倒してくれ。2ターン経過。いやー、孫悟空の戦いは本当おかしい。火力上げてるんだけどな、なかなかスパッとは終わらないもんですよね。耐久してるわけではないのにな。 OK、 これでだいぶ戦いやすくなるんじゃないか。おっと、いやー、ラッキーですね、相手は。
出ちゃいましたか。まあでも有効成果がまだ出てないからね、さっきと違ってね。さっきは先に有効成果だったから。おお、暗闇にさせられた。即死食らったか。うん、もったいないな。ワントップのリンでもクリティカルで1000当たんだな。うん、OK。さあ、行きましょう、どんどん。珍しい。ただ当たるやつがいない。ここのいる状態の絶望の効果はだいぶうわダメージだけでいいのに。負けたんじゃないかな。うん、真の一撃は良かったな。まあいいか。ああ嘘か。復活した悟空に使ってもらいたかったのにな。全員吹き飛ばされた。これきついね。結局分身先にさせただけで、結局ねすぐ相手にダメージ与えられず分身するんだから一緒だよね。お、本体やめろ。本体をに攻撃するんじゃない。つわやべ。これが怖い。うわ1000回復した。でかいすげえ回復するめちゃめちゃ回復するなラスト1000。
これ勝てば4100。今日はね、2月21日の火曜日の昼15時なんで、まあまだここら辺の方は強いはずなんでね。孫悟空にどこまでダメージ与えられるか。んー、そんなもんか。もうちょっと削ってからじゃないときついんだけどな。この絵と両夫どっちがいいかな、俺の場合。ここの絵の防具良くすればいいのかな。ここの絵免疫なくなった瞬間に紙切れみたいになるんだよね。いやーちょっとあれですね、スキル周りがよろしいですね。あ、もう分身してたか。危ねえ。まあ、デロンズのがいいかね。まあ、いろいろ試してみたいなとは思ってるんですけど、武器、防具は限られてるから、これが良ければ、まあ、今、デロンズ何もアクセサリー装備してなかったり、防具、プラスついてないんで、まあ、こういうのとかをね、調整していけ、いけるんで、いけばいい、いかないといけるのでね。孫悟空もね、攻撃以外の宝石に関しては、もうプラス、星6のプラス5まで上げてるんでね。で、あとはもうほんとルーンなんだよね。あと100上がるか。ルーンで100ぐらい上がって、宝石で100上がるので、200ぐらい上がる。200、あれでもそんなもん。ルーンでいくつまでだっけ ?550 か。だから140ぐらいあるのか。やっぱ3100ぐらいまでか。攻撃力は。ヒットポイントがな、あと900ぐらい上がるんで9800ですよね。ちょっと早く持っていきたいな。甲状腺覚醒結晶のポイントが9だから、すげえな、96万って。9だから、15ずつやったとして、34、あー、そっか。1、2、3、4、5、6、7日か。あと1週間かかるか。今日入れて。だから来週の月曜か。
次作れるの来週の月曜日っすね。頑張ったとして。あれ？そうか、月曜日、そうだね。月曜日のやつも手に入れて作ってんだよな。で、月曜日が15ポイントもらえないから、13ポイントだから、1週間で15が6回。で、これ90。で、13で103か。1週間で103ポイント今稼いでるのか。まあ、これをちょっと維持しながら、とりあえずね、まあ、ちょっと俺の孫悟空弱いので、孫悟空を、の装備をね、完全なものにしていこうかなと思います。はい。ではご視聴どうもありがとうございました。次回の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。